プレカリアートユニオン執行委員長の清水直子です。前半では LGBTQ 労働相談に取り組んでいる、プレカリアートユニオンという労働組合が、団体交渉や団体行動をする権利を使いながら、どうやって労働問題を解決をしているかできるのかということをご説明をしました。労働組合というと、何々会社労働組合というふうに、大きい会社には最初から会社の中にあるものだというふうに思われる方が多いかもしれません。日本の名前が通った会社は、大体なんとか会社労働組合という、労働組合が会社ごとにあって、で入社をすると自動的にその労働組合の組合員になるという約束をその労働組合と会社が、結んでいるということが、多いです。でも、労働組合というのは、そういう会社ごとの労働組合だけではなくて、そういう組合を企業別組合とかというふうに言いますけれども、その会社ごとの労働組合が職場にない労働者が、誰でも一人でもどんな働き方をしている人でも、加入をして組合員になれば、団体交渉そして団体行動をする権利を行使できる、私たちプレカリアートユニオンのような個人加盟の労働組合というものも、あります。中小企業で働いている方、それから、大企業で会社ごとの労働組合はあるけれども、非正規労働者、パートやアルバイトや派遣で働いているので、その会社ごとの労働組合に入れないから自分の問題を労働組合で解決できないという方、それからとても残念なことなんですけれども、そもそも会社に、労働組合があるんだけれども、その、会社ごとに作っている労働組合が、LGBTQ に関わる職場の問題については、解決について消極的だというようなことも実はあります。でそういった、LGBTQ の当事者の方、当然それ以外の、立場が弱い労働者が、一人で私たちのような、個人加盟の労働組合、合同労組とかユニオンというふうにただ単に言われることもありますけれども、そういった個人加盟の労働組合に、相談に来ていただいて、組合の趣旨とか、目的を理解していただければ、仲間になってもらって、それぞれの方の問題解決、そしてより良い、労働条件の、実現するために一緒になって交渉して、場合によっては一緒になって実力行使をしながら問題を解決するということができます。圧倒的多数の方は、労働組合というと、もともと会社にあるものだとか自分とは関係ないものだっていうふうに思いがちです。一人で入れる労働組合があるということがなかなか知られていませんけれども、まずは職場で、LGBTQ 当事者の方が辛い目に遭ったとしたら、こんなことは些細なことだから相談してもしょうがないかもしれないとか、これはソジハラとまでは言えないんじゃないかなとか、自分がちょっと我慢をすればいいだけなんじゃないかなというふうに思ってしまわずに、まずは職場で親と思うことがあったら自分で判断してしまわずに、ぜひ私たちのような個人加盟の労働組合、特に LGBTQ 労働相談に対応していますということを訴っている労働組合にぜひ相談してみてください。すごく大雑把な言い方をすれば、職場で生じるさまざまな問題の8割以上は使用者、雇い主、経営者の側に
問題があるといって大体間違いはありません。もちろん全てじゃありませんし、中には本当にそれはハラスメントとまでは言えないかもしれませんよということもご相談いただいた内容によってはあります。でも、職場で働いていて、特に LGBTQ 当事者が働いていて辛いとか違和感を感じるということがあれば、例えばそれがそれはソジハラなんだから責任を取れというふうに強く使用者に迫れるようなことではないとしても、その違和感とか辛さをきっかけにしてどういう問題が職場にあるのかとか、強く責任を取れとかお金を払えみたいな要求はできないとしても、じゃあ職場の環境をこういうふうに変えていってくださいとか、こんな、対策を取っていきましょうとか、それから同じ職場に必ず一定数の LGBTQ 当事者はご自分以外にもいるはずです。それはご存知の通りだと思います。で、自分が LGBTQ 当事者ですというふうに今はまだ言えていない別の仲間のためにも、もっとこういう対策が取られたり、場合によってはもっとこういう研修が行われたりとか、ということが、しっかり、行われていれば自分以外の別の仲間がもしかしたらその会社を辞めなくて済むかもしれません。なので、違和感を感じたら、職場で何かおかしいというふうに思うことがあったら、何ができるかは、お話をしている中でもっと掘り下げていく中で別の課題が見えてきたり、いろんなアプローチの仕方が、見つかったりしますので、どのくらいのスパンでこういう対策を取らせましょうとか、こんなふうなやり方で職場を変えていきましょうとか、そういうアイデアを一緒に、出し合って、取り組むっていうこともできます。で、そうやって皆さんがいらっしゃる、職場で自分の足元から私たちのような個人加盟の労働組合の仲間と一緒にいろいろな、取り組みをすることで足元からできる範囲でできるように世の中を変えていけるんだというふうに思います。そうやって世の中は変わっていくんじゃないかなと思います。で、それがとても強い決意のすごい辛い思いをしながら、徹底的に会社と戦わなきゃいけないっていうようなやり方にをせざるを得ない場合もあれば、もっと、緩やかな、もっと職場の皆さんをゆっくりしたペースで巻き込んでいくようなやり方で職場の雰囲気から変えていくとか、そういうやり方で、職場を変えていくということもできますので、どんな問題があってどういうアプローチが必要で、または自分はどういうアプローチをしたくて、いつ頃までにどんなことを実現していくのかみたいな、そういう、作戦を一緒に立てることもできますので、まずは、困ったな、おかしいな、なんか違和感があるんだけどこれを何と表現したらいいのかわからないなみたいな職場の問題は、個人加盟の労働組合に、相談していただければと思います。そして例えば、具体的に、こんなことがあったらぜひ、私たちに出会っていただきたいなと思います。例えば職場で、性別移行をすると職場にいられなくなってしまうのではないか、入社した時に、生まれた時に割り当てられていた性別が男性で、入社した時には男性として入社をしたけれども自分は女性である人が、長い、勤続の間に入社して、5年経った
ことで、周りの従業員は自分のことを男性だというふうに思っている職場で、でも自分は女性なんだという場合、自分の、着ている服装や髪型を自分本来の髪型や服装に合わせたものに変えたいと思うのは当然です。そして例えば使っているトイレや更衣室などの施設を自分本来の性別に合わせたものにしたいと思うのも当然のことです。で、それをじゃあ、どういうやり方で、会社側職場に、求めていったらいいのかということを、もうそれは会社の、建物の大きさとか施設の、規模とか従業員の人数とか、その方がどういうやり方を望むのかということによって千差万別なので、必ずしもこうやらなければいけないっていうことではなく、いろんなやり方がありますので、まずは例えば性別移行をしたらどうなるのかが不安っていうような場合はぜひ相談していただければと思います。それから職場で、噂や、からかい、職場のセクシャリティをネタにした噂やからかいが、とても辛いっていうような場合もぜひ、私たちのような労働組合に相談していただければと思います。で、そんなセクシャリティをネタにした噂やからかいが面白いんだというふうに、思っている状態自体がそもそもおかしいです。で、それをじゃあどういうふうにして、同僚に分かってもらうか、で、そしてそれをこう当事者が一人一人の同僚に、お話をして分かってもらうっていうのはとても、それ自体が辛いことで大変なことですけれども、それは、使用者側、会社側が責任を持って、対処しなければいけない問題なので、ソジハラを含むハラスメントが起きないような対策を、雇い主、使用者側、経営者側はそもそも取らなければならないので、例えばその噂やからかいをしていた人に直接注意をしてくださいというようなことを言うのではなくて、こういう噂が、平気でされるような職場では自分はとても辛いので、例えば自分が当事者だということをその人たちにはまだ言わずに、会社のしかるべき立場の人の中でのみ共有をしていただいて、その上で、ソジハラを含むハラスメント対策をこのような段階を踏んで取ってくださいということを労働組合が会社と交渉するということもできます。その場合には、自分が辛かったことについての慰謝料を払えみたいな要求にはなかなかならないかもしれません。でもご自分や、ご自分以外の LGBTQ の当事者がこれからできるだけ安心してなるべく長い期間その会社で働き続けるための環境を整えていく、できるだけ働きやすい職場を実現する、風通しが良くて安心して働ける職場に変えていくということを、労働組合であればすることができます。それも労働組合の、大事な、取り組みというか労働組合の醍醐味の一つだと思います。すでに、起きてしまった、自分に対してかけられてしまった、激しい攻撃を金銭的に補償させるということだけではなくて、職場を安心して安全に働けるものに変えていくということが労働組合ならではできることです。で、そのアプローチの仕方は、ご自分のコンディションとか、会社や職場の状態によってもう具体的にいろんなやり方が可能なので、こんなことは自分が我慢していればいいんじゃないかなっていうふうに思ってしまわずに、
まずは、ぜひその違和感も含めて私たちのような個人加盟の組合にぜひお話をしに来ていただけたら、とても嬉しいです。そして、例えば、職場で、性別移行をしたトランスジェンダーの当事者の方に対して、未だに、心ないというか、ひどい、ハラスメントが行われるということもあります。例えば、私たちの組合の仲間で、トランス女性に対して、その職場の上司にあたる人が、執拗にわざと彼とあなたは、あなたのことを女性としては見られないというようなことを言って、彼と呼ぶのはやめてくださいというふうにはっきり何度もお願いをしても、わざと彼というふうに呼ぶというような、嫌がらせを続けられたり、その問題を解決してほしいというふうにご本人が、お話をして持たれた話し合いの場で、そこでまだ彼というふうに呼び続けたり、女性だと言うんだったらもっと女性らしい振る舞いをしろというようなさら、なるハラスメントを、されたり、それから、外性器の形状はどうなっているんだみたいなことをその場で言われたりっていうような、本当にひどいソジハラがあって、ソジハラを受けてその、会社を休職せざるを得なくなってしまった仲間もいました。そして、休職期間というのが会社ごとに決まっていて、短い会社だと3ヶ月ぐらい、まあ、長くても1年とか、2年ぐらいが最長な場合が多いんですけれども、その休職期間が満了すると、まあ、自動的に退職をしなければならないっていうような、就業規則になっていることがほとんどです。で、そのソジハラによって休職せざるを得なかった仲間はもう休職期間がもう満了してしまう、このままだともう自動的に退職せざるを得ないというタイミングで私たちプレカリアートユニオンに加入をして、交渉を始めました。そして、まずクビにするな、このまま解雇をするのは許さないで、このまましっかり就労環境を整備して復職をさせろということを私たちは会社に対して団体交渉を申し入れながら要求をしました。そして団体交渉を経て、解雇はしません、復職をさせますということをまずは会社に認めさせた上で、そしてもともと転居を伴う遠いところで働かせるということを会社は、その人に命じてたんですけれども、つまり休職が明けたら引っ越しをして、しないといけないような遠い事業所への配転を命じていたんですが、それを、まあ、交渉の中で転居の必要がない、そしてもともとの、加害者がいた部署とは、まあ、別の部署で、働くことを、会社側に認めさせて、今月から復職をすることができた事例もあります。そして、ちょうど、先日記者会見をしたんですけれども、その、ソジハラというのは、労働災害という、仕事上の、仕事が原因で、精神疾患を発症してしまったという、労災ですので、労災申請をして、その労災申請のサポートも私たちプレカリアートユニオンがしながら、会社側に再発を防止するような対策を取れということを、要求をしながら、まずは復職を実現し労災の申請をサポートし再発防止策を具体的に講じろということを要求をしながら、今後安心して働き続けられる職場を作る、本人と一緒に作るということに今取り組んでいます。
労働組合であれば、愚痴や単なる相談ではなく、相談を聞いた上でどういうレベルでの問題解決が可能なのか、どういう取り組みが可能なのか、それをどういう作戦で一緒に取り組んでいくのかということをご本人と一緒に話しながら、そしてどういう仲間と一緒に職場の、LGBTQ の当事者だけではなく、あらゆる方たち、をどんなふうに巻き込みながら、どうやって職場を変えていくか、会社を変えていくか、安心して働ける職場を、まあ、この日本に、どうやって増やしていけるかということに、取り組むことができます。ですので、自分が職場で辛いのは苦しいのは、自分の気にしすぎかもしれないというふうに思ってしまわずに、まずは8割方は会社に問題があるんだよということを、ぜひ頭の中に置いておいていただいて、まずは、個人加盟のユニオンに、相談をしていただければと思います。どうかよろしくお願いします。